西洋小炉は、シノウキンモン西洋小炉か西洋小炉族に所属する、キノコの総称。シノウカは、トリュフの名で高級食材として知られる。通常のキノコとは、外観が大きく異なり、傘、ひだ、柄を描き、歪んだ、球状をないし、会場をなす。外面は黒色、赤褐色、開白色、クリーム色など、種の違いや、 成熟の程度によって様々な縮小を呈し、角水状の小突起を密接して、ゴツゴツした外観を示すものや、わずかにざらつく程度でほぼ平滑なものなどがあり、しばしば不規則な亀裂を生じることがある。内部は初めは、淡い灰色ないしほぼ白色を呈するものが多いが、成熟するとともにより、暗色となり、多くは黒っぽい地に不規則で単色の脈を生じ、全体としては、 大理石状の模様を形成する。また、成熟するに伴い、特有の方向を発するものが多い。老熟すると大理石状の模様は、不明瞭になり、香りも弱くなる。成熟に伴って、古実体の内部には歪んだ農状の死脳が無数に、形成され、その内部に一、数個の死脳胞子が作られる。死脳胞子は一般に褐色を帯び、その表面には、網目状あるいは、 トゲ状の突起が形成されるが、一つの死脳あたりの死脳胞子の形成数、死脳胞子の形と大きさ、胞子表面の突起の形質などは種レベルでの分類に際して重要な特徴とみなされている。死脳には胞子を出させるための構造が分化しておらず、成熟した段階で死脳壁が溶解することによって死脳胞子の分散が行われる。個実体は、 少なくとも初期には地下に形成されるが、成熟するとしばしば地上に現れる。胞子の分散には、哺乳類や、ある種のハエが関与していると言われている。少なくとも、トゥーバー族に含まれる種は、すべてが外星金根を形成し、奈良族や、ブナ族、カバノキ族、ハシバミ族、クマシデ族、ヤマナラシ族あるいは、松族などの樹木の細根と共生している。 また、半日花科に属する半日花属やゴジアオイ属などの植物の多くもまた、トゥーバー属の菌との間で外生菌根を形成する。ターフィナ属については、カヤツリグサカヒゲハリスゲ属の一種や、半日花属のいくつかの種との間に共生関係を持つとの報告があるが、菌根の形態は、トゥーバー属のものとは異なるという。 雷の落ちた場所ではトリュフがよく育つことが経験的に知られているが、これは落雷による高電圧の因果により窒素が固定され生じたアショウ酸塩が養分になるからとする研究がある。ありがとうございます。